はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんですね。はい、ケースでの PB ね、ありがとうございます。ここ最近増えてきました面白いですかね。はい、5箱です。で、箱いらないということで、コンパクトにしてお送りいたします。ボックスの方もね、あれも、あ、これね、この箱も、まあ燃えるゴミでもいいんでしょうけど、まあ資源で出すってなると、こうね、ちょっと手間ですからね。よいしょ。じゃあ後ろのこのリーフのテープを、はい、切っちゃいます、初め。よいしょ。切るとこね。はい。よいしょ。これでいいかな。はい、じゃあ1本、もうちょっとだな。はい、いいですね。はい、じゃあ1つ目です。まあ、どのジャンルが来るか。まあ、TSK さん結構幅広くね、昔から集めてるようで。はい、じゃあ行きます。せーの。お、泳いでるか。はい、ドルフィンズのレシーバーですね。彼も、そこそこの枠、管理されてた枠だったかな。はい。去年ね、確かそんなような気が、まあ、マック・ジョーンズ、あとどの人か。ね、はい。去年もいいルーキーいっぱいいましたからね。はい、マグホワクですね。マグホワクが1個か、出ても2個ぐらいかなって思ってるんですけど。まあ、どうでしょうね。あ、箱いらないですね。はい。まあ、とりあえず、マグホワクなんで、あと4つがグレーディングだといいんですけどね。うん、まあ、ドルフィンズも今、もう、このまま行けば、まあ、今後の予定とかも考えると、ツアーの怪我がなければ、プレーオフ、多分今年いけるんじゃないかと。ね。いつも、うちの親父もマイアミのファンで、寒くなってくると弱くなるんだよな。ね、でも本当、まあ今までというか、結構そういう傾向が強いチームですね。マイアミなので。はい、200個目いきます。せーの。お、マッティングリーのルーキーだよね。はい、PSA8 ですけど、まあ、この年代ぐらいも、もう今は、8でも全然いいです。逆にもう90年代のね、コビーとか、あの辺のルーキーとかも、8、ついたのっていう。結構ね、うん。つかなくなってきてますからね、古いやつ。まあ、このカードもまあ、ぶっちゃけ表のセンタリングはまあ、ね、まあ、やや左に、こう、肉眼でもわかる通り。まあ、上下はまあまあいいですけど。後ろがちょっとまあずれてますけど。まあ、でも、まあ、コーナーちょっと甘いかなっていうぐらいですけど、まあ、角をね、90度で見れるし、肉眼でも。まあ、ルーペで見たらね、ちょっとチップしてたりとか。うん。84ドンラスですね。まあ、ドンラス社がもともとあったんですね。で、93年、92年から、プレイオフ社っていう、アメフトのカードを専門で出したんですね。で、まあ、ケーナンになって、まあ、両方とも同じ地域のスポーツカード会社でしたので。で、合併して、ドンラスプレイオフ社ってなったんですね。ドーナツさんはドーナツさんでヒット製品、まあブランド、プロダクト、多数持ってたし、プレオフさんはプレオフさんでね、プレオフコンテンターズ、ね、アメフトのブランドの中でも、もうトップですよね。人気も、今でも、ね。まあ、ナショ取り出てますけど、やっぱり数多く、スポーツカードね、アメフトのファンが開けるのはやっぱりコンテンターズですから、圧倒的に。で、まあ、経営になっちゃって、GM さんがちょっとしくじっちゃって。で、パニーになったっ
まあ84年ね、いいですね、マッティングリー。ああ、そうだ、裏見てなかったな。まあカード的にはどうなんでしょうね。3年目みたいな位置づけですけど、まあ82年はもう7ゲームカードにはなってるかちょっと微妙ですよね。1割6分7厘。マッティングリーさんのせば成績ってあまり見たときなかったですね。2年目で2割8分3厘。でも91ゲームですからね。ホームラン4本。うん、やっぱ覚醒するんですよね。ある日気づくんですよ。ね、はい、できます。3つ目、せーの。お、シャックだ。あ、今度はトップスの、前回前、2日前か3日前ぐらいに PB したときは、トップスゴールド。こう、ホイールのゴールドだったんですよ。今回はトップスのシャックですね。まあ、純粋なブランドですから。この辺も92だよね。はい。最近やっぱり、90年代のハーダウェイとかグラントヒル、あのね、クリス・ウェーバーとかもそうですけど、結構こう、ね、まあ BGS 最後の方のうちやってた時結構持ってきてたんですけど、まあやっぱなかなかいい点数がつかないんですよね。やっぱ皆さん、まあこういう、まあ90年代って大体スリーブに入れてアルバムに入れる。スリーブに入れてモンスターボックスに突っ込む。っていう、まあそういうね、コレクション方法が一般的でしたね。あんまりローダーとか、まあマグフもスクリューでしたからね。よっぽどのカードは入れてましたけど。まあ、大体その2パターンかなと。まあ、セーバーも初めありましたけど、セーバーはあまり使われてなかったですからね、90年代はね。あったけどね。うん、弱いから、うん。はい。なので、これ9もかなり状態はいいですね。うん、まあ、持ってると言っても状態がね、悪ければ、持ってるかっていう位置づけになっちゃうもんね。はい、こうやって。上も綺麗だね。だいたいここ見ればわかる。だいたいセンタリングとか良くて、表面も良くて、なんで7なのみたいな。店長もいっぱい文句言われました。こうやって見せて。ほら、ここ。つって。スリーブで保管してたでしょ。つって。アルバム入れてた。つって。で、一番上にあったでしょ。ナインポケの。つって。そうです。はい。まあ、素直な方はね、いいんですけどね。そうやって認めてくれるんでね。スリーブ入れてモンスター突っ込んでたでしょ、これ。そうです。はい、じゃいきます。せーの。お、ドンチ！これはスコアですね。はい。クロニクルのドンチ 9.5 です。うん、いいですね。ドンチのルーキーカード久々に見たな。はい、これも BGS の 9.5 です。まあ、鑑定量とか、考えればこの製品の良さが本当わかると思います。まあマッティングリーさんね、この間もヴィンテージがちょっと出て8点とかだったんですけど、まあそれ以外近代トレカはほとんど、まあ、9か 9.5 か PSA 10か、まあ、悪くても9かという、だいたいその辺のものしか入ってないような感じですから、うん、まあでも結構量を持ってる方でも、この辺をこう、4、5000円かけて、ね、BGS さんだと4000円ぐらいかけて、送る？まあ、それは個人の自由ですけど、まあ、9.5 つけばいいですけど、それがこう、8.5 とかで戻ってきたら、シュンってしちゃうでしょ。ね、それを考えると、送らない方がいいのかなっていう葛藤もあると思うんですよね、ご利用者。はい。ということで、うん。バスケガニ、野球1、アメフト。なんだろうね。アメフトが結構2位出たりしてるパターンがあったり。まあでもバスケガニか。テイスケさんもいいっすね。うん、まあテイスケさん、ね、どのジャンルもやられてるようなイメージだから。はい。いきます、せーの。お、
お、ハンカーロン68年。おー、ここで来たか。68だ。はい、ピース6点ですけど、まあこれも6点と言われても。これぐらい？ちょっとコーナーがディングしてるぐらい。でも6だなぁ。まあ総合的に見てですからね、PSA さんの場合は。まあここだよね。あ、こっちか。うん。ですね。まあ開けてて、ちょっとこう。昔のカードはこうね、まとめてこう、ガンガンって。で、モンスターとかに入れてたから。ね。まあ、それでも綺麗ですね。うん。はい。まあ、センタリングもやや右行ってますけど、まあ、表は、まあ、多少のささくれレベルですよね。うん。まあ、モンスターの中でガサガサしちゃったのかなっていう、そういうレベルぐらいかな。まあでも綺麗に保管してたかなと。で、モンスター、あ、あった、このモンスターだっつって、ドンと置いたときにここ行っちゃったっていう。そういうレベル。うん。祭壇面もまあ、いいですしね。うん。え、これ6なんだ。7ついても良さそうなイメージですよね。まあ、センタリングが、っていう意味で、限定で6。うん。1968年だ。だから50年代後半、55年ぐらいから70年いかないぐらいまでの野球のね、こういう古いカード。バイバックでよくリーフのベストオブベースボール。ね、当時は23999とか24999で多分うちでは販売してたと思うんですけど。まあ、ハンカー・アーロンさんとか、サンディ・コーファックスさんとか、ね、ウィリー・メイズさんとか、ポンポンですじゃないですか。でも大体ね、あのね、おじいちゃんだ、みたいな。おじいちゃんばっか仕入れんない店長、みたいな。はあ、よくやりましたよ。うん。で、それ、ゴールディンとかで売って、ホクホクしてるのね、今ね。そんなもんっすよ、人間ね、っていう。ね。あの時の、心の損傷を癒してほしいです。まあ無理ですけどね。はい、ということで、ね、野球がレジェンド2人いいですね。まあ80年代、60年代。まあハンカーロさんいいなぁ。もうこの辺もだって買おうと思っても。うん。よっぽどじゃないとポチらないでしょ。ね。だこういうので出てきて、ね。うん。いいっすよね。うん。マッティングリーさんはこれほんと綺麗です。後ろも、ね、白さが、ね、日焼けとかそういうのもないから、ちゃんと袋に入れてたか、最近ボックスからばらしたか、まあもともとこのケースに入ってたか、もともとっていうかね、早い段階で。でもまあ2642だから、結構後だよね。どうなんだろう。うん。でもこれ新しい。あ、古い方？こっち。まあ、リーフさんも市場から入手したりしてるからね。うん。これ新しい方か。はい。で、バスケが、ドンチとシャック。うん。まあ、鑑定料がね、3000、4000、5000ぐらい。ね。って考えれば、オフと。もう、レーディングされて帰ってきてるもの。やっぱ1個か2個ぐらいなんですね。マグホワークがね。うん。いいですよ。マイアミ、ちょっと。店長、もやしてるんですけどね。うん。オーナーさんはちょっと黙っててくださいっていう。うん。スーパー行ったらちょっと、はい。コメントしてくださいっていう感じで。よいしょ。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送いたします。あ、もう、カードだけだから、これでね、袋入れて、します。じゃあ、明日、いつもの5時間に、配達されると思いますので、お受け取りよろしくお願いします。
楽しかったです。ありがとう。